知的財産権、知的財産権、知的財産権、英語、インテレクチュアルプロパティライツとは、著作物、著作権や工業所有権などといった、無体物について、その著作者などが、それに対する複製など多くの行為に関して、無体物であるにもかかわらず、あたかも有体物として、財産としている、あるいは所有しているがごとく占有することができるという、権利である。 その性質から、知的創作物、産業上の創作、文化的な創作、生物資源における創作と、営業上の標識、商標、称号等の識別情報、イメージ等を含む、商品形態及び、それ以外の営業上、技術上のノウハウなど、有用な情報の3種類に対別される。知的財産及び、知的財産権、知的所有権は、 各種の条約や法令において様々に定義されている。なお、知的財産基本法における知的財産権には判例においてパブリシティ権等も含まれると解されている。日本や世界において法律、国内法及び条約で定められ認められている知的財産権には以下のようなものがある。この四つは代表的なものとして知財四権とも称される。 なお、著作者人格権、著作者の公表権、氏名表示権、同一性保持権は人格権の一種であるため、財産権ではないが、便宜的に著作権などと共に扱われることが多い。国際条約や日本をはじめとする各国の国内法令で定められる抗議の知的財産には、以下のようなものがある。以上は現在日本における制定法としての、 知的財産及び知的財産権の適用であるが、以下の見解もある。知的財産のうち、一定の明確な法律的権利が認められているのが、知的財産権であって、部分集合である。知的財産として有益な発明発見であっても、特許権取得せず、高知となった場合は、知的財産権与えられない。知的財産権にならない、知的財産とは、高知となりまたは、 知的財産権が終了した知的財産、不正競争防止法の適用による、不正表示、誤認表示による侵害が認められるもの、ノウハウやライセンス等、または意図的に特許等に出願していない営業秘密と再定義し、上記では、肖像権も知的財産に含める考えである。また、現在日本では、コンピュータソフトウェアを著作権の対象として保護するのが基本であり、 場合によっては、特許権でも保護するケースがある。ただし、本来著作権が保護しないアイデアまでを含めて、著作権で保護されているかのごとく契約で強制するなどといった運用によるもの多い。半導体回路配置権は、知的財産基本法で明記されていないが、知的財産権として保護の対象となる。ただし、半導体回路配置権と同一の保護を、 米国法では著作権法の一部の章で保護されているに対して日本では特別法で別途保護するなど保護の根拠法が異なるケースがある日本などほとんどの国の特許法では洗顔主義により同一の内容の出願では先に出願したものに権利が発生する実際に発明した日が先のものに権利が発生する先発明主義をとっていた国々も アメリカ合衆国を含め宣言主義に移行してきた歴史がある。一般に知的財産に関する民事訴訟は以下の2つに対別される。日本では2005年、平成17年の知的財産高等裁判所の設置と時期を同じくして侵害訴訟のうち特許等に関する訴訟につき知的財産権専門部を有する東京地裁と 大阪地裁の専属管轄とし、その他の著作権、商標、遺書、不正競争に関する訴訟については、東京地裁、大阪地裁と各地の地裁との競合管轄とし、知的財産の専門的知見を有する裁判官が対応する体制を強化した。また、特許等の有効性などを争う法的手続きについては、従来から、 まず特許庁での審判手続きによることとし、同手続きでの特許庁の審決に不服がある場合に、知的財産高等裁判所へ、審決取り消し訴訟を提起するという制度が取られている。知的財産権侵害訴訟の第一審における、平均審理期間は、概ね13から15ヶ月で推移している。世界各国の知的財産訴訟の実態を知る、弁護士や企業関係者は、 日本の知的財産訴訟につき、欧米諸国と比べても、このような審理期間、判決の正確性、信頼性のいずれについても高い水準にあると評価している上、訴訟に要する費用も他国に比べて低額であるため、コストパフォーマンスの高い知財訴訟制度が実現されていると言える。2013年6月7日に、閣議決定された知的財産政策ビジョンでも、 日本の知的財産訴訟の迅速性や判決の正確性、信頼性に対する具体的な問題点の指摘はなく、様々な課題を指摘していた2003年の知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画とは全く対照的である。しかし、日本の知財訴訟制度がこのような高品質に至ったことは必ずしも対外的に知られておらず、 中華人民共和国、大韓民国などの新興国の経済発展や、シンガポールの知財ハブ構造など、ライバル国との制度間競争の様相を呈する中、アジアにおける日本の知財紛争解決制度のプレゼンス向上、そのための国際的な情報発信の強化等が課題とされている。また、このような高品質の日本の知財訴訟制度は、知財に関わる。 裁判官の専門性強化や技術的知見に関して裁判官を支える調査官によって果たされたと言える。さらに裁判所関係者からは日本の民事訴訟特有の専門委員、理工系の学者などをさらに活用していこうとの意見もある。日本の知財訴訟を高く評価する弁護士や企業関係者も専門委員制度活用の拡大を提唱するものはない。この点、 一般に、専門委員について、手続きの透明性の観点から制度そのものや、裁判所の運営を、問詞する意見も存在する中で、私的財産訴訟に関する限り、弁護士からも、技術的に難しい事件などでの専門委員の関与を、肯定的に評価する意見が出されているのは事実である。しかし、そのような弁護士からも、裁判所が、技術的には難しくない事件でも、 専門委員を関与させようとする実情に触れ、せっかくできた制度だから、知財交際はもっと使えというような圧力がどこかからかかっているので無理に使っているのではないかと思う。事件が正直言っていくつかあるように思われるなど、専門委員のさらなる活用との前述の意見について、その裏を読み解こうとする指摘もされている。開発途上国における知的財産の保護強化は、 それら国の経済発展を支える効果があるとされると、共に日本などの他国の企業にとっても投資環境整備の一環として重要な位置づけを持つ。そのため、日本も特許庁を中心として各国の知的財産法制の調査及びウェブサイトを通じた公開を行うとともに発展途上国に対し法制度の整備及び人材育成といった法整備支援を行っている。 平成23年11月18日に採択された日、アセアン共同宣言とそれに基づく日、アセアン行動計画においては、法整備支援一般について、法の支配、裁判システム及び法的インフラを強化するため、法律及び裁判部門における人材強化への協力を続けるとされている、行動計画1.5、5が、知的財産については個別に、 2.18との規定が盛り込まれた。2013年6月7日に、日本の当時、第2次安倍内閣、安倍晋三首相、自公連立政権において、閣議決定された私的財産政策に関する基本方針においても、アジアをはじめとする新興国の知財システム構築を積極的に支援し、我が国の世界最先端の知財システムが各国で、 準拠されるスタンダードとなる用心等を図ること。が重要目標として掲げられ、知的財産分野において、法整備支援を積極的に推進していくこととされた。そのような中、特許庁やジェトロがアジア地域へ積極的な展開を進める日本の法律事務所の協力のもと、アセアン諸国の知的財産制度の実情調査を行い、ウェブで一般公開している。 知的財産分野における法整備支援の代表例としては、インドネシアに対するものが挙げられる。2011年から実施されている JICA 知的財産権保護強化プロジェクトでは、日本の特許庁にあたる知的財産権総局だけでなく、知的財産権保護の執行を担う裁判所、税関、警察といった機関も支援先機関に加えられ、日本側も特許庁だけでなく、法務省、 財務省との連携が取られている。その背景としては、知的財産の保護強化のためには、特許法などの知的財産法制の整備や審査官の能力向上といった、権利化の過程だけでなく、民事訴訟や民事執行、民事保全といった基本的な法、司法制度の整備、裁判所を含めた、紛争解決機関、法執行機関の能力向上が不可欠であると指摘されている。 知的財産分野でもアジアの中心となることを目指すシンガポールにおいて、司法省の下、知的財産権の権利化過程と裁判所などでの紛争解決、法執行等を一体的に政策立案しているのは対照的となっている。知的財産を業務分野とする専門職には弁護士、弁理士、行政書士等があり、それぞれの業務範囲は次の通りである。 個人事業主を含む中小企業が知的財産権を保護、活用しようとする場合、制度、法務に精通した人材を社内に有する例は少ない。上記のような専門家への依頼には、費用面の不足、不安や心理的ハードルが支障となる。このため、知財に関するポータルサイトや初期の相談においては、無料、秘密厳種で応じる公的窓口が設置れている。 知的財産の戦略とは、ごく最近の考え方なのではなく、本質的には遥か昔から形成されていた考え方である。これは日本での不正競争防止法で規定される営業秘密に相当する。紀元前2000から1200年頃のアナトリア半島に存在したヒッタイト帝国は、当時全く他に知られていなかった鉄の製法を知る唯一の国であった。 筆体との鉄は極めて高価、金以上の価値で交換されたと言われており、これらの取引が筆体と帝国に大きな富をもたらした。同様な例として、古代から中国では磁器や絹の製法が知られていた唯一の地域であった。これらの製法は長い間秘密とされていたため、これらの産品を他の地域で産出することができなか、当時の貿易においては、 磁器き絹が極めて高価で取引され、この地域に大きな富をもたらした。これは古代筆体と帝国の鉄の製造方法も古代中国の磁器き絹の製法も原始的な形ではあるが国家戦略上極めて重要な知的財産であったことを意味している。このように知的財産とは本質的に合理的な独占形態を実現するための一、手法である。 近代的な知的財産権の制度としては、ルネサンス期イタリアのベネツィア共和国で誕生した特許制度が世界で最初の知的財産権制度と言われている。カリーレオがベネツィア港に懇願をし、その結果としてベネツィア共和国で世界で最初の特許制度が交付されたと言われている。1980年代の世界貿易は先進国。 アジア地域の高い経済成長につれて順調に推移した。日本は特に1980年代前半の円安期に輸出を伸ばし、1986年には世界シェアが10.5%になり、米国と並ぶまでになった。しかし、日本による米国への集中豪雨的な輸出のため、米国の輸出は伸び悩み、世界輸出市場に占める米国のシェアは11%台で、 低迷。1980年代を通してみると、米国では輸入が急増し、1984年には貿易赤字が1、0ドルを超え、米国の産業競争力は著しく低下した。そこで、共和党政権のロナルド・レーガン大統領は、1983年6月、ヒューレット・パッカード社のジョン・ヤング社長を委員長に迎え、学会、 業界の代表者からなる産業競争力についての大統領委員会を設立した。ヤング委員長は米国の競争力の低下を1年半にわたり後半に検討し、その結果を地球規模の競争、新たな現実と題する報告書として1985年1月25日に大統領に提出した。これがヤングレポートとして国際的に知られている 報告書である。報告の骨子は、米国の技術力は依然として、世界の最高水準にあるとした上で、それが、製品貿易に反映されないのは、各国の知的財産の保護が不十分なためであると分析し、その回復のために、プロパテント政策を推進することを提言した。この提言と、同様な政策は、その後の大統領通常政策アクションプラン。 1985年9月やアメリカ合衆国通商代表部 USTR の知的財産政策1986年4月などにも見出すことができる1995年10月国会は当時村山改造内閣村山富市首相自社差連立政権の連立与党の共同提案に基づいて科学技術基本法案を採択日本が キャッチアップの時代は終焉を迎えフロントランナーの一員として自ら未開の科学技術分野に挑戦し創造性を最大限に発揮し未来を切り開いていかなければならない時期に差し勝っているとして間に豊かな生活の実現のためには科学技術創造立国を目指すことが必要であるとした。また1996年12月に21世紀の 知的財産権を考える懇談会座長有馬昭人が特許庁で開催された。これは米国の国家戦略としてのプロパテント政策の推進等近年の急激な環境変化に対して21世紀に向けた日本の知的財産権のあり方を明らかにする目的で開かれたもの。1997年4月に21世紀の 知的財産権の目指す方向が発表された。2001年10月から経済産業省において産業競争力と知的財産を考える研究会が開催され2002年6月に報告書がまとめられた。これらを受けて2002年3月に当時の第一次小泉内閣自公保連立政権は小泉淳一郎総理主催の 知的財産戦略会議を設置。同年7月に知的財産戦略大綱を発表し、政府として知的財産立国を目指し、知的財産政策を推進することが明確化された。同年12月に第一次小泉第一次改造内閣、自公補、保身連立政権下で、敵財産基本法が成立。この知的財産基本法の施行に伴い、知的財産戦略本部、 およびその事務局である知的財産戦略推進事務局が設置された。2010年代、中国では国内に進出する国外企業に対し、合弁先が最先端技術の知的財産権供要、強供用するケースが目立ち始め、地方政府も同調するように許認可権を通じて圧力をかける例が報じられるようになった。2017年、アメリカは、 中国の知的財産権の扱いに対して、通商法スーパー301条に基づく調査を始めるとともに、通商代表ブライトハイザー代表が中国を国際的な貿易体制の脅威で主張するなど、摩擦が生じるようになった。中国側も反論を行ったが、アメリカを納得させるまでに至らず、2018年、知的財産権はアメリカが中国からの幅広い。 輸入品に関税をかかけけるる。米中、貿易戦争きっっの一つとなっている日本において、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第21条では、著作権法、特許法、実用新案法、衣装法または、商標法による権利の行使として容認される行為は、独禁法の適用除外と規定されている。しかしながら、 著作権法等による権利の行使と見られるような行為であっても、競争秩序に与える影響を勘案して、私的財産保護制度の趣旨を逸脱し、あるいは、同制度の目的に反すると認められるような場合まで、同条でいう、権利の行使と認められる行為とは評価されない場合がある、筋圏新決、2001年8月1日、公正取引委員会新決、 新血集48巻3ページ。用語としての知的財産権の批判は、その曖昧さの議論ならびに抽象的な広がりから、実践ならびに法律を否定するところの方法での、所有権や権利のような言葉の使用における、その意味に関する、正当性の直接な論点まで及ぶ。多くの既存者たちは、この用語はとりわけ公衆の利益の改革もしくは、 関連する制度の乱用に反対するところの仲間の学説上の議論を提供しそして削権、特許、商標などに取り分けそしてしばしば関連したありさまについての理性的な議論をそれが許さないことを考える。民法の裁判権では知的財産権はしばしば伝統的に著作者人格権を含みそして売買することができないように他の人物を規制するところのことを広く意味する。 何がしかである、として意味するものとされてきた。用語、知的権の使用は1980年代の初期から、用語、知的財産権の使用が増えるにつれ、衰えた。フリーカルチャー運動におけるこれらのような、知的財産権のいくらかの批判者たちは、において、健康を損なうこと、進歩並びに、大衆を損なって集中された利益を得ること、として、知的独占、を強調する。 そして著作権、ソフトウェア特許、ビジネスモデル特許の形態における常に拡大する、独占によって、公衆の利益を損なうことを主張する。知的財産権法のその他の批判は、持続期間と範囲の両方における、知的財産の広がりに関連する。知的財産権は、法人税の計画並びに、税回避での革新的な道具となった。知的財産権は、 多国籍の租税回避である課税基準の侵食並びに利益移転、ベップスを導く道具の重要な一要素であり、その額は OECD が毎年の税収損失として1000億から2400億ドルと見積もる、そして次のことを含んでいる。2017年から2018年にかけてアメリカ合衆国とヨーロッパ委員会は同時にのタイムテーブルから離れることを決めた。 そして彼らは自らの反 IP ベップス課税体制を始めた。OECD のそのタイムテーブルは以上のような知的財産権のベップスの道具を退治するよう2013年から準備するものであった。無形資産を生み出す IP はその時ロイヤルティ払いのベップスの枠組み W、アイリッシュや資本手当のベップスの枠組みに変わる。 OECD のベップス計画の工程からのアメリカ合衆国とヨーロッパ連合の離脱は無形資産でのベップスの納税ツールの鍵としての IP におけるその挫折の発生のせいである。対照的に OECD は合法的かつギャップ解計の概念としての知的財産権の開発と用語に何年もかけた。アップルの2015年以前のダブルアイリッシュ IP ベップス納税枠組みへのヨーロッパ委員会のは歴史上最も多額の法人税での制裁金である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。